私は画像診断、その中でも主に MRI や CT の研究をしています。 MRI や CT のハードやソフトウェアは進歩していますので、新しい装置や撮像方法が患者さんの画像診断においてどのように役に立つか検討するのが主な研究テーマです。放射線診断は日々進歩していますが、私が仕事を始めた頃には MRI もなく、限られた画像診断を用いて苦労しながら診断をしていました。その後、青森県で初めて導入された MRI 装置の診療に携わることになり、MRI が診断の決め手となった貴重な症例をたくさん経験し、MRI の素晴らしさを実感しました。MRI の虜になったと言っても良いかもしれません。その気持ちが変わらないので、MRI に関する研究を続けています。保健学科には、看護学、放射線技術科学、検査技術科学、理学療法学、作業療法学の5専攻があり、今年の4月には医学部心理支援科学科も新設されました。このような規模は国立大学の医療系学部では最大です。医学科と合同で多職種連携の演習も試行的に開始しており、参加した学生からはとてもためになったという感想が多く聞かれました。多学科、多専攻の学生との交流で職種間の理解が深まりますし、多学科、多専攻との横のつながりを築くことは将来的に大きな財産になるのではないかと考えています。私は主に画像診断に関する教育をしていますが、実際の CT や MRI などの画像をなるべく多く見てもらい、診療でどのように活用されているか理解してもらえるように努めています。放射線診療の意義を理解し、将来誇りを持って仕事に取り組む技師を育てたいと思っています。医療職は患者さんの命を預かる責任のある仕事です。患者さんの気持ちに寄り添う必要がありますし、患者さんや同僚に信頼してもらえなくては仕事が進められません。コミュニケーション能力は重要ですし、誠実さや責任感も非常に大事です。医療は日々進歩していますので、向上心や勉強を継続する姿勢も必要です。これらのすべてを高校生のうちに身につけておくのは難しいと思いますが、意識してもらうことで身につけられることが増えるのではないでしょうか。大学でもいろいろな経験をしてほしいです。新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療職種も含めたエッセンシャルワーカーの重要性が再認識されていると思います。医療の仕事は大変ですが、とても重要な仕事でやりがいもあります。皆さんも医療職種を目指して一緒に勉強してみませんか？